1989年の台風のデータ。台風の発生数は32個であった。日本には11個の台風が接近し、うち5個が本土に上陸した。6月の台風6号は平成時代になってから初めて日本に上陸した台風となった。 19万 8901.01W19 万 8902.02W19 万 8903.03W ビニン19万 8904.04W19 万 8905.05W クリン19万 8906.06W ダリン19万 8907.07W エラン19万8908.08 W ゴーリン 198,909.09W フリン 198,910.10W イビアン 198,911.1W198,912.13W198,913.14W198,914.15W198,915.16 W 十九万八千九百十六点一八、W 十九万八千九百十七点二零、ワットナーシング十九万八千九百十八十九万八千九百十九点二二、W オペン十九万八千九百二十点二三、W 十九万八千九百二十一点二四、W パイニン十九万八千九百二十二点二五。 W198923.26W ラビン1 9 8 9 2 4 2 7 w 1 9 8 9 2 5 2 8 w 1 9 8 9 2 6 2 9トサリン 198927.30W 低千九百二十八点三一、w 九百二十九点三二。 W11 月4日に統計100度より西に進んでサイクロンとなった。タイとインドに上陸した。この台風は大使上最大級の台風と言われており、中心気圧960ヘクトパスカルの勢力で南部を直撃した。台風によって多数の船が転覆し、また大規模な土砂崩れや洪水も起きたた,ために死者数は600人以上に上ったと言われている。 十九万八千九百三十点三三 w、安心十九万八千九百三十一点三四 w、アルディン十九万八千九百三十二点三五 w。ありがとうございます。